皆さん、こんにちは。仙台新宮整骨院です。この番組では、正確な情報の提供、信頼できる番組作りを目指して制作していますが、症状がある方は、まず医師の診断を最初に受けていただいて、それからこの番組を参考にしていただけるようにお願いします。今回は、あの、質問をいただくことが多い、この枕が合わないという内容で話をしてみたいと思うんですが、この枕問題で悩んでらっしゃる方ってのは割といらっしゃいまして、あの、自分に合う、 自分の首頭にしっくりくる枕が見つからないので次から次へとこう枕を買い続けている買い替えているんだけれどもあのなかなか自分にぴったりの枕が見つからないという方。 既製の製品ではなかなか合うのがなかったのでデパートとかに行ってこの首の状態を計測してもらってオーダーメイドで作ったけれどもそれでもこうしばらく使っているうちにやっぱり自分に合わないような気がしてくるこういう悩みを持っていらっしゃる方は結構いらっしゃると思いますので、えー、今回は、えー、とりあえず2回に分けてですね第1回目ではではどうして自分は枕が自分には合う枕が見つからないのかっていう解説をして第2回目ではじゃあどうしたら合うようになるのかそれに についての対処法をお伝えしていきたいと思います では、あの、枕が合わないという方はですね、枕を気にしないで普通に寝ていられる方と比べて、何が違うのかというとですね、これはあの、自覚症状があるとかないに関わらず、ご自分の肩とか首の状態、ここの状態が非常に良くないという方がほとんどで、この問題を解決しないで、枕でどうにかしようと思うから、いつまで経ってもいい枕が見つからないということになってしまいます。 ではあの悪い首は何が悪いのかという話なんですけれども、まあ、これがあの、まあ、首というふうに見ていただいて首っていうのはある程度こう長さがありますよねでこれ当然筋肉なのでいい首というのはこういうふうに、えー、曲がったり後ろに行ったりこうねじるこういう動きがスムーズ柔軟性があるこれがいい首ですね。で一方方枕が合わないいのの首というのは お中にこう芯が入ってますのでこう曲がらないわけですねなので、いい方の首で枕を合わせようとするとこの自分の首にこの枕を合わせるのではなくて枕の形状とか高さっていうのはいろいろですよねこの枕に対して自分の首が合わせに行ける これが正常なわけですね。例えばこの枕で寝ようとすると、正常な方の首というのは柔軟性がありますので、この枕に対して、こういうふうに自分の首を合わせていける。これが正常な方が寝ている状態ですね。一方、どんな枕を買っても合わないという方は、うまくこう曲がりませんので、 この曲がらないままこう寝なきゃいけないな,なので自分の首を枕に合わせていけないわけですねこの自分の首に合う枕を探すんではなくてこの枕に対して自分の首を合わせていけるのが正常合わない方というのは買った枕に対して 自分の首を合わせていけないからどんな枕を使ってもいい枕が見つからないということになりますご自分の,あのこの首のですねこの可動性柔軟性を調べる方法としては大体この首の可動域というのはこう右を向いたりとか左を向いたり。 あるいは前にに倒す、後ろにこ,う反るこういう動きはですねだいたい50度から60度ぐらいが正常というふうに言われていますねなので自覚症状があるとかないにかかわらず枕が合わないかなという方はちょっとこう自分の首の動きを見ていただきたいんですねここの時に、にやけにこう、 可動範囲が狭いなとか、なんかこうギシギシするなとか、やけに硬い感じがするなという方は、この自分の首問題が枕に、枕が合わない原因となっている可能性が非常に大きいですので、当てはまりそうだなという方は、この次の2回目のビデオをご覧いただいて、この対処法を試していただくことで、自分の首をいい状態に変えていただくと、えー、その枕が合わないという問題の解消につながっていくかと思います。 今回も最後までご覧いただきありがとうございました。参考になったなという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。